度だね。何度だ。18度。はい、ということでね、塩釜神社を出発しまして、これから、一応福島県いわき市の、はい、およそ300メートル先、右方向です。こっちだって、人に聞くんだったら、ナビ見るんですか。なかなかいい眺めの神社でしたね。まもなく右方向です。その先400メートル先斜め左方向です。さらに分岐が続きます。右方向です。およそ300メートル先、斜め左方向です。風っていうのさっきの駐車場ちょっと覚えつったのが、あ、これどっちだ。左手だ、道何か行ったの。まもなく斜め左方向です。その先300メートル先右方向です。さらに分岐が続きます。斜め左方向です。え、これあっちに行くんだよ。およそ300メートル先、右方向です。まもなく右方向です。その先、斜め左方向です。さらに分岐が続きます。右方向です。斜め左方向です。右方向です。あ、やべ、エンスキー切れた。
10号が出てきたら10号の方を走ってもらえる。県道。でもナビ通りでいいの、その速度に触れるのは。県道10号が出たら10号。
ビッグビッグザビッグ結構あちこちにある感じなの。伊沢殿の初めて見たけど、うん、あのマックスハリアよく見るけどさ、ビッグっていうのもあるんだと思った。色の記念ですよね。あのさ、もうちょっとさ、ギュッとさ味を出してんのかな。そう、この仙台港北インターチェンジってあたりから、うん、県道10号にそれる感じ。ああ、そうすると3メートルの山が近いんですよ。うわー、そうなんだ。ちょっと1本裏入れば標高3メートルの山。松島の帰りに通ったら記憶あるけど。お？多分前は向こうから来たよね。いや、気のせいだ。こっちからだ。今通った道だ。てか45号は結構走ってるからね。看板が間違ってるってことはほぼほぼないです。間違えるのはヒューマンエラーです。ここで右だ。まもなく町前を右方向で、その先左折専用車線に注意してください。瞬間に臭かった。一瞬で臭かった。
なだけなの。あまり。中野石橋。中野石橋？大丈夫あなたのメモリー機能。県道10号で行くんだからね。ああ、すぐ右からあってたから、これ右かと思ったよ。県道10号だからねって。
ここの大前提だよ、すぐ右だけどまだ先だからね。ああ。単純になんか、うん、普通の護岸工事なのかっていう区別がつかないレベルの雰囲気に見えてるよね、うん、あそこあるね、津波のおよそ 700m 先、蒲生前通りを右方向です。なんだ、逃げろって言ったって高台逃げろって高台がねえかなかった。四国以来津波避難タワー見たの初めてだけど、こっちで津波避難タワーってあんまり見たことなかったよね。うん、大丈夫だったのかな、寺は。大丈夫だったのかな、なんとも言えた。およそ 300m 先、蒲生前通りの右方向です。
真っ只中でしょ、小湊川行ったら。ちなみにもともと向こうまで行ってるわけで、あそこだって海でしょ、あれ松ヶ崎。違うところ見て回ってるからね。毎年ちょっとずつ違うところ見て回ってるはずなんだけど、同じような光景になっちゃう。大体この季節だよね、これね。そうだね、あったかいとか暑い。ちょうどあったかくなってきた頃だね。春から夏にかけて。来年どうなるかちょっとわかんないけどさ。
まず俺も2個食っちゃった。1個作るわけ。入っちゃった？よく見してたら。やっちまった。多分ね、前来た時はこの辺通ったと思うよ。とか多分向こうからそっちから降りてこう行ったんだ。こっちに、うん、辛い。なあ、こっから10緑県道ね。うん、あ、15でいいんじゃん。これ緑県道だからね。うん、知ってる。左方向で。
何このさ、2013年のナビよりもさ、2012年のツーリングマップが優秀ってどういうことですか。地図は2013年のうち。まもなく左方向で、その先右方向で、さらに分岐が続きます。2013年の地図が入った20万のナビが、2012年の2000円もしないチューリングマップに負けてるってどういうことですか。おかしくないですか。もう本当に2013年の地図が入ってんのか、このナビ。インチキじゃねえよ。2013年風地図が入ってんじゃねえの。さすがホンダギャザスナビ。2013年風だから。本当にこのナビに関してはしこたまこき下ろすよ、ね。褒めないよね。ほとんど。
ところどころ分かんない感じで。まもなく右方向です。本当平気な建物平気だもん、ね。うん、でもさすがに6年経っちゃうとさ、うん、津波前からあるのか津波後に建てたのかっていうのもちょっと判別つきづらい建物もあるじゃん。うん、まもなく右方向です。こう左か、ちょっと一歩左側に神が明るい神社、神明社。右方向で。まあそうなの。まあでもちっちゃい神社だから看板とか出てるかどうかわかんないけど。でちょっとで左行ったの？少し走って左側に見えてる。星がブルー。海一歩手前だよ。およそ300m先左方向です。まもなく左方向です。その先左方向です。左方向です。およそ300m先右方向です。右方向です。その先300m先右方向です。右方向です。これ左じゃないよね。まあそうでもって。
右方向です。はい、ということでね、ちょっとした寄り道でしかないんですけど、新名車、はい、津波にも残ったというポイントですね。ちょっとお外から見てみましょうかね。はい。